カメラ回してるの。え？ああ、うん。なんかあった時証拠になるかもしれないから。そっか。お兄ちゃん。ん？お母さん、見つかるかな。見つけるために行くんだろ。あの日バーベキューの後森散歩したいねってなって、私はトイレで先戻ってきたんだけど、お母さんなかなか戻ってこなくて、だから探しに行ったの。そしたら森にお母さんいたんだけど、なんか変なこと言ってて。それがあの男の話。そう、散歩してたら背の高い男の人がいつの間にか近くに立ってて、その人が急に目にライト当ててきたって。ずっと赤い光がパチパチ点滅してて気持ち悪かったって。その男の顔とか服装とか分かんないんだっけ。背が高いこと以外覚えてないって言ってた。で、千秋は母さんと一緒に車に戻ろうとしたんだよな。うん、最初は一緒に歩いてたんだけど、いつの間にかお母さんいなくなってて、電話もつながらないし、キャンプ場の人も警察の人も見つからないって。でね、私あれから調べて考えたんだけど、もしかしてお母さん催眠みたいなものにかかってるんじゃないかって思って。催眠？なんでそうなんだよ。お母さんから聞いた赤い点滅ライトのことを気になってて、もしかしたらその背の高い男の人がライトで催眠かけて操ってるんじゃないかって。そんなバカな話あるかよ普通。だって警察が探しても見つからないんだよ。普通じゃありえないでしょこんなこと。千秋、母さんがいなくなった場所のこともう一回教えて。え？車に戻る途中で消えたんだろ。そこの特徴が知りたい。遊歩道から少し外れたところのテープが巻かれてる木がいくつかあるところ、そのあたり。わかった。え、お兄ちゃん。え、ちょ、え、母さん探してくる。千秋、車で待ってろ。何かあったら連絡して。お兄ちゃん。お前車で待ってろって。そうじゃなくって、一つ思い出したの。お母さんがいなくなるちょっと前になんか音が聞こえた。音？叫び声っていうか、なんかの鳴き声っていうか。はいはい、声ね。赤いパチパチも気をつけて。分かったから。じゃあ行ってくる。
母さん、どこ行ったんだよ。母さん。まさき。よかった。怪我とかない？お腹空いてない？きっと迎えに来てくれるって信じてた。うん。とにかく家に帰ろう。あ、その前に病院とか行った方がいいか。母さん？ちょっと寄りたいところがあるんだけど、いい？え？忘れ物しちゃって。いいけど、近いの。ちょ、早く帰ろうよ。ねえ、ちょっと待ってって。母さん。母さん、まだ着かないの？母さん、ちょっと待ってって。母さん、母さん。なんだ、よかった。それが忘れ物？まさき、じーっと見て。は？ちょ、何？ちゃんと見て。やめろよ！赤い、パチパチ。まさき。何なんだよ。まさき、じーっと見てね。は？おい、さ、おい、何なんだよ。どうしちゃったんだよ、母さん。なんだ。ちょっと、おい、母さん、母さん。ちょっと、母さん、母さん、母さん。お兄ちゃん。お兄ちゃん、何があったの？千秋、母さんが大変なんだよ。お母さん見つかったの？森で倒れてる。千秋も一緒に来てくれ。倒れてるの？救急車呼ばなきゃ。救急車なんていいから、早く行かないと。え、でも。いいから、お前も一緒に行くんだよ。どうしたの、お兄ちゃん。早く。え？早く！おい、千秋！おい！救急車。千秋、なんか車の調子がおかしいみたいだからさ、前から見てくんだ。え？前？うん。もしもし、お母さん大丈夫？もしもし、これって